寒すぎ、寒すぎる。こんばんは。なんか暖房が調子悪くて、消してるんですよ。なんか変な音がして、なんかそれがちょっともう耐えられなくて、暖房を消してマフラーぐるぐる巻きにしてやってる。そう。でもちょっとゲームはやめられないので、ぐるぐる巻きにしながら、ゲームをしてます。こんなに、最終日前日過酷になるとは思いませんでした。もうやだ、泣く。なんか暖房をつけたら変な音するんですよ。もういろいろ一段落したら、ね、家のことやりたいと思います。泣かない、泣かない、心は泣いてる、泣きそう。風邪ひかないように。そうだね、もう風邪ひいてるからね、一回11月の間にもう引きたくないね。1ヶ月に1回体調崩すとか嫌なんだけど。こんばんは。寒い。頑張ってる。みんな本当にありがとう。協力してくれて。もうなんか私がしつこくメール送ったから もう分かったよ、分かったよって思ってるかもしれないし、もう自分頑張ってるからって思ってるかもしれないけど、でもちょっとこのイベントをね、1位目指したいので、もう絶対に絶対に絶対に。だからみんなに何度も本当にお願いしてるんだけど、今もゲームやってる。本当ありがとうね、みんな。でもちょっと私ね、一つ重要なことにね、気づいたよ。もう皆さんも分かってる方もいると思うんですけど、こんばんは。こんばんは。いや、でもそんなあれなんですけど、気づいたことがあって、本部レベルをもう25近く上げてる方、すごくこう寝る時間惜しんだり、もう朝とか夜遅くとかやってくださったり、もうとにかくとにかく私のわがままに付き合ってくださってる方もういらっしゃるのは分かってるんですけど、重要なのは多分中間の方々なんだろうなって思いました。今、例えば本部レベル15、7
8とかの中間っていうか、どれだけその13から20以下の本部レベル、まあ、もちろんねその25に行ってる数人の方とかそう、もうもちろん22、23、24とかで行ってる方とかのポイントがとっても大事だったり、もちろんもちろんそれはそうなんだけど、全体で考えたら本当に21以下の方に底上げしていただかないと、これは接戦なので、そこからがすごく、そこもすごい重要だなって思ってるんです。だから21以下の方はなんとか21、2まで上げるぐらいの気持ちで頑張っていただきたいです。お願いします。寒い。本当にもういろんな総合的なもので、その同盟の戦力とか、私の同盟だけじゃなくてリュウちゃんとの同盟の戦力と本部レベルの合算ではあるんだけど、そのやっぱりこのぐらいでいいかなって思われてる方には本当に私からお願いなんですけど、頑張っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。イベント明日で終わります。どうか協力していただけると嬉しいです。血色なさすぎてやばい。限界を超えてこうだけで、今日の配信は、明日の18時でイベントが終わるので、今日の夜はもうみんなで集中魂できるの最後になるので、みんなで集中魂していきましょう。おお。アリエタンと打ち合わせとかしてるよ。リエちゃんと明日あることを私はちょっとお願いしようと思ってます。今ちょっと LINE しとこう。
はい。あることは、明日一緒に公園出るので、リレちゃんと、だから公園前に一緒に、ね、会えるってことは一緒にできることあるので、と SNS 注目しててください。ああ、ドキドキする。ワクワクしたい、私に任せなさい。ドキドキしてみたい。手をつなごうよ、手をつなごうよ、色づくそのまでハイヤー、しおりハイヤー、なな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 、リーハイリーハイ、私を見つけたこと、後悔させないわ、あと一歩までもうすぐなの、届けハイ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 ヤ、ジャンピナピナリーハイ、ツチャツチャツチャ、リーハイリーハイ、ワン、ツー、スリー、一秒ごとにカラフルなストーリー、夢をラリラララ、歌ってラリラララ、色づく空まで、はいや、
リーハイリーハイ、私を見つけたこと、ありがとうございます。皆さん頑張ってくださって、よろしくお願いします。あいこじはね、あいこじ夜ご飯食べてないんだよね。なんか心配で食べれない今日なんかそわそわして胃にご飯が入らない気がする。明日公園だし、明日ゆみりんさんの卒業公演ですね。なんでこの前髪シャバシャバなんだろう。ため息ついちゃった、ため息ついてしまった。元気出さなきゃ元気出さなきゃ、元気を出して。今ね、暖房が調子悪くてつけてないのでマフラーしてしのいでます。なんか頑張りたい本当に。いつも私は1位を逃してしまうので本当に今回はみんなで1位を取って喜びたいです。なんかいつも通りの感じで惜しいところで終わってしまって、惜しかったねって言ってなんか笑ってごまかしたくないなんかもう少しだったよねって言って、でも頑張ったよねって言って、なんか結果残せなかった、嫌だ。でもみんなが本当に私は頑張ってくれてるのは知ってるから、頑張れ頑張れお願いしますお願いしますっていうのはなんかしつこいのかなとかって思って、思うんだけど、でも私なりに1位を目指したい理由が他にもあるから、だからみんなについてきてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。てかさ、このレジェンドのさ、星足らなくない？もう私が折り紙で星作ってあげようかって思う資材でスピードアップ、もう私が建設行こうかって、
じゃあ建設行こうかって感じなんだけど建築しも手伝いますよほんとに建築手伝いに行きましょうか。私の両手空いてますよ。こんばんはリーハイリーハイ、私を見つけたこと決して後悔せないを。今ニジプ日本ジャパンガールズオーディションがあってるんですけど、それは通称ニジプって言うんですけど、そのニジプをねがね、もう結構もう最終ラウンドに入ってきて、明日更新なんですよ。なんか私も結構もう最終ラウンドなので、同じ気持ちになって頑張ろうねって思いながら見てますオーディションそう、ニチプですよ。あれニップじゃないよ、ニチプだよ読み方。ニチプ、アラビアの人みたいですね、これ巻いてたら。昨日はお姉ちゃんと長電話して、お姉ちゃんと電話して、いろいろなんか聞いてもらった、最近のこと。でもね、ちょっと前にお姉ちゃんとね遊んだんですよ。なんかお姉ちゃんもなんか前髪がシャバシャバで嫌だ、前髪シャバシャバ、そう、お姉ちゃんも新しいことに、結構大胆な新しいことにチャレンジしようとしてて、でそれで私もちょっと今のお姉ちゃんの背中を押したいと思って、最近よくいろんなやり取りしてるんですけど、でも私もなんか日々のこととか、あとは自分のことをね、聞いてもらってて、そう、それで長電話しました。お姉ちゃんいてよかったなって思う、てか兄弟いてよかったなってめっちゃ思う。そわそわする。こんばんは。ST48 の愛子事こと小島愛子です。
明日はリミリンさんの卒業公演ですね。またドレス着るのかな、最後卒業セレモニーとかがあったらまた着るのかな。でも本当に明日が最後ってなんか実感ないよね。あのさ、卒業公演とさ卒業コンサートはあのあれなんですか、なんかその私48の文化を知らないんですけど、卒業コンサートを最終活動日にする方っているんですか。卒業公演は卒業公演、卒業公演で必ず終わらないといけないみたいな感じなの。公演両方は選ばれし者だけ。あ、そうなんだ。チータンサイデジタルフラワー送ったよ、ありがとう。卒業公演がラストの場合が多い。あ、そうなんだ。へー、卒業公演を12月、 HKT の田中美希さんが卒業公演を12月に、卒業コンサートを3月。ああ、逆になる方もいるんですね。なんか卒業コンサートをする場合の卒業公演だったら、なんか普通に公演をして終わるわけでもないんですね。ちゃんと卒業セレモニーとかも卒業セレモニー付きなんだね。なんかそこら辺の私分かんなくて、文化がなんか今までその卒業公演で見送ってきたことしかないので、なんかその卒業コンサートがあったバージョンとか、なんかこれまでのなんだろう、48のやり方みたいなものが分かんないから。単純に疑問に思っただけ。こんばんは。いろんなパターンがある。そうなんだね。ありがとう、教えてくれて。てて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 、集中魂。なんか今ゲームに集中しすぎて他のことが考えられないいや、まあなんか明日公演あるのは分かってるけど、明日の公演もとっても大事なことは分かってるんだけど、もちろんね、なんか心ここにあらずみたいな感じ。多分公演中もいけないみたいな感じ。私がもうちょっとできることは何だろうとか、なんかもうそういうの考えすぎて、
これはやらないといけない、これもやらないといけない、あでもこれがこれがって、頭の中ゲームのことで頭いっぱい。明日のさ公演とかもさあれかもしれない、なんか鼻だれの時に、もしこの世界から公共消えたら争うことなんかなくなるのに、泣き出したらどうしよう。もうなんかブームズデーと重ね合わせて、でもさなんかさ明日ユミリンさんが卒業するから、ユミリンさんの卒業がとっても悲しくてなんか泣いてる人に映る可能性もあるじゃないですか。だから私は争うことなんかなくなるのにってさ、こうもう戦いのこと、ゲームの戦いのことでさ、私はもう頭がいっぱいでって泣いてたら、ユミリンさんへの卒業の悲しみの涙って思われそうじゃない？明日泣いたら。そういうことにしておこうって。そういうことにしておこう。提供魂、提供魂、提供魂。そう、明日さ公演始まるのがさ18時半なんですよ。でイベント終わるのがギリギリ18時、でもう私は明日速攻メイクして、ヘアメイクも、ヘアメイクしてる間ももうちょっと極力このゲームの画面を開いて、あれやこれやしたいと思います。結果すぐ分かる。結果はすぐ分かるのか分かんない。その後すぐに18時終わってぴったりですぐその15分後とかに、6時15分とかに結果発表されるわけじゃないと思うんですよ多分。多分6時に終わったらまあ1時間ぐらいそのいろいろさ確認作業があると思うんですよ。そのっていうか発表時は割とすぐ出たっぽいんですけど、でも多分18時終わって18時半とかには出ないと思うから、だからなんかその間に、まあ、何時とは聞いてないんだけど、そのイベント自体が終わるのが18時ではあるけど、そのなんだろう、公演
が始まる6時25分とかに分かるわけではないと思うので、その公演してる間にその結果がどうだったんだろうって思いながら多分やることになると思うのね。それで私はそわそわするんだろうなって言ってるってことですよ。なんとしても21まで上げてみせます。ありがとうございます。分かってるよ。私は明日のそのユミリンさんの卒業公演に集中するとか、その心心にあらずとは言ったけど、それももちろん私の明日のお仕事だし、お見送最後の公演でしっかりお見送りするっていう気持ちはもちろん持ってるから、それをなんかおざなりにするとか私は言ってないじゃないですか。だからそれもそれで頑張るけど、ゲームに対する不安が大きいからそわそわするっていう話です。みんなグラコロ食べましたか？なんか今日チャット欄でグラコロっていうワードが出てていいなって思った。グラコロってグラコロ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 のやつですよね。グラコログラコロ、私一回も食べたことないんですよね。私も食べたことない。だから今年初デビューしてみたい。なんか私いつもベーコンレタスバーガーばっかり頼むんですよ。そう、なんかあんまり新しいやつに挑戦してこなくって、昔からなんか結構同じようなものを食べてきて、BLT ベーコンレタストマト、なんか大人になっていろいろなんかいろんな熱を楽しめるようになったけど、子供の時とか学生の時はなんかそもそもマックに行ったらポテト食べるぐらいで、あとプチパンケーキ食べるくらいで、なんかその季節のバーガーとかを食べたことがあんまりなかったので、なんかそのままやってきました。月見はあるよ。月見もなんか
20歳過ぎてから徐々に食べてもいいかなと思って食べるようになった。でもそれまではずっとベーコンレタスバーガーだった。なんかどれが美味しいかあんま分かんなくてさ、なんか大人になってやっと、なんかその期間限定のものとかを楽しめるようになってきたんですけど、昔は、まあ、STU に入る前とかはなんか正直期間限定よりも自分がなんか食べたいもの飲みたいものを選んできたっていうか、なんて言ったらいいんだろう、同じものいつも頼むものをすごい頼んできて、でそうなんかしかも昔ね本当にあのなんか食べ物の違いが分かんなかったんですよ。今は食に興味を持てたりするんですけど、昔は本当に食に興味がなくて、なんかね同じなんですよね。なんか何もどんな種類のやつ食べてもなんか同じに感じて、だったら別にもうずっとこれでいいやっていうで、まあ、多分子供だったんでしょうね。今はもちろん分かりますよ、豚肉鶏肉牛肉分かりますよ、分かるんだけど、これが美味しいあれが美味しい期間限定のやつ飲んでみたいとかあるんだけど、そう味覚が成長したんだと思う。普通に大人になったんだと思う。なんかさこちゃんが白ご飯好きじゃないって言ってたんですね、白米。私も昔うわ白米好きじゃなかったと思ってなんかお母さんにめっちゃ嫌味を言われてたんですよ。なんか炊きたてのご飯をせっかく炊いたのに、愛ちゃんって呼ばれてるんですけどなんか愛ちゃんはいつもなんかもうスズメの餌くらいしか食べんみたいな感じでなんかすごい嫌味を言われてきてほんと白ご飯最後まで残してもう冷めちゃったじゃんみたいな感じでよく言われてきた。なんかご飯は美味しかったんですよ。白米は美味しいなって思うけど、思うんだけど、思ってたんだけどその時でもなんか美味しいね、なんか生きてるためだけに食べてるねみたいな、そのぐらいかなって思ってた昔は。朝ごはんも食べなかったし、なんか食べ出されてたけど、朝ごはん出してくれてたんだよ、出されてたっていうか、なんかもうあの時なんか実家にいた時は朝ごはんを出されてたぐらいの気持ちだったんです。でも今考えたら出してくださってたでもね
出してくださってたんだなって、出してくれてたんだなと思って、そう、なんか一人暮らししだすとなんかご飯炊くとかもなんか全部自分だし、でやっぱりこういろいろさ外のご飯食べてもなんか自分でご飯を作って食べる方が一番美味しいなって思って、なんか外の食べ物って味が濃いじゃないですか。だからなんか家のなんか普通にもうさっぱりしたやつ作って食べるとかの方が美味しいから、なんかそうやってなんか美味しさに気づいていったり、ありがたみを感じたりしていったね。Take your mark. Take your mark. 競泳ですね。Take your mark. Take your mark. じゃあ、提供魂か提供マークか当ててください、今から。うるさい、うるさい。いきますよ。定期分。はい、どっちでしょう。定期分。さあ、どっちでしょう。定期はマークか。提供魂か、どっちを言ってるでしょう。提供、はい。正解は提供魂でした。提供マークじゃありません。提供マーク。
ちょっとウォーター戦争に行ってきます、今から。前髪シャバ。水戦争は未だによくわからない。相手のチームイベントですよ。ゾンビを倒して水を運ぶイベントです。運動会みたい。そうなんですよ、運動会みたいなイベント。てか歩くの遅すぎてさ、早く歩いてほしい早く歩いて。で、大きいゾンビが出てくるんですよ、真ん中に。そしたらその大きいゾンビを倒したらもっと水が出てきて、もっと水を持ち帰られたら勝ちます。ちなみに今は負けてますでも、もう3つ持ってる人がいるから。3つ持ってる人が全然持ち帰らないんだけど。あ、今私の班はですね、8個になりました。相手が6個です。勝ってます。私は大きいゾンビを倒して帰ってます。1個手に入れてます。あ、狙われてる。どうしよう。やばいやばいやばい、帰って。死にそう。あ、よっしゃ、帰れました。よし、そしてまた今6対12で勝ってます。またゾンビが出てきますね。This way.
そうだな。たまにね、水じゃないものを得られるんですよね。ちなみにこのイベントに勝ったら報酬がもらえたりするんですよ。その報酬はちょっと今勝ちそうなのでお教えしますね。でも時間がかかるんですよ、このイベント。だからあんまりかも。そう、頻繁にはできないんですよ。頑張ります。あ、大きいゾンビが出てくる。帰れ、戻れ、真ん中に戻れ、真ん中に戻れ。そう、水手に入れたら遅くなるんだよね。あ、2個ゲットした。やばい、2個ゲットした。戻って戻って、狙われてる。あ、撃たれてる。水2個ゲットしたのに。でも大丈夫、今16対8で勝ってる。いけー、18対8。お、あと30秒で終わります。結構差がある。あと10秒でイベント終わる。水の帝王だった私。よし、こんな感じで結果が出ます。で、なんかこういう風に買ったらアイテムがもらえます。え、もっと豪華なやつもらえるかと思った。もっと豪華なやつもらえるかと思ってたらもらえなかった。でも短縮ももらえてそうはないので、
でも5時間分短縮できました今。よし、いいぞいいぞ。自分の持ってたやつと合わせてね、5時間捉えたやつは1時間とかだったと思う。今私はコンブレベル20なので21を目指して頑張ってます。でもさ、あれ結構もらえるよね。なんだっけ、路地裏の医者の依頼のやつ、まあまあもらえん。資源の不足ですか？資源の不足は、ちょっと待ってくださいね。今から、あ、トマトと鉄が若干不足してるかも。路地裏の医者のイベントコスパいいよね。そう、20から21もまあまあ大変なんですよね。今研究が終わりました。研究所をあげなければ。もうマジ？ちょっと、もう本当にマジか。歩兵兵舎をあげろって言われた。もう、いろいろさ、あげようと思ったらさ、あれあげてください、これあげてくださいって出てくるよね。そう、今訓練してるんだけど。なんかさ、この提供のさ、このさ、握手のやつさ、握手のやつさ、もうちょっと枠増やしてたらいいんだけどね。あ、ってことはさ、研究、そう、あっち行けこっち行けって待って、提供のさ、提供の枠増やすみたいなのないのかな。そういう研究、ヘルプ、ヘルプの数を増やすとか。それだったらさ、まあ、それだったらまあゲームが成り立たないのか。
あ、同盟センターで増やせる？あ、そうなんだ、知らなかった。え、本当だ。え、待って、同盟センターじゃん。知らずに、でも、ああ、でもまあまあ上げてました、同盟センター。思ったより上げてた、知らないうちになんかいろいろ上げてました。同盟センターのレベル上げたらよかったんだね。なんか他のこれを上げろあれ上げろって言って割と上がってる。うん、なんかいつの間にか、いつの間にかみんなの方が詳しくなってるじゃないですか。すごいです。すごい、ありがとう。今からチャットをし、こんばんは。いやいやいや、なんか皆さんが始められて本当に私をもう1ヶ月で私よりも理解を深めて、なんかそれぞれやってくれるのが本当にありがたいです。てかさ、ジェム増えない？ジェム増えてくれませんか？なんかジェム増え放題みたいな、ないかな、イベント。ジェム増え放題イベント、急に今夜スタート。そんなのないか。ないです、やめましょう、そんなのない話。今はもうできることはやるんです。そんな夢物語を語ってられない。ありません。諦めない、負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。痛い。大事だ。じゃあちょっと皆さんに当てて、ちょっと皆さんに当て向けたメッセージを今から
私のシェルターに、あ、間違えた、送りたいと思います。私のシェルターを見て元気出してね。今制作中。で足りんかも。
待って、足りん。分かった。英語はやめよう。足りなくない？足りないんだけど。あ、でもいいか。わかるっちゃわかる。
できた。はい、みなへのメッセージです。私の配信を見てください。ラブ、ありがとう、資源をもらった、サンキュー。みんな、なんか苦しくなったら苦しくなったら私のシェルター見てください。まだ反映されてない？反映されたらラブになります。あ、資源ありがとう、みんな。そうだよ、ラブが燃えてるんだよ。これはみんなへのメッセージだからね。あ、なんか隣に引っ越してきた。ラブってハートが燃えてるってことだよ。ハートが燃えてるからこのあれ燃やしてんだよ。ソラセミさん送りますよ。何送ろうかな。木材送ろう。
みんなで協力し合っていきましょう。最後です。あ、え、1時間半も配信してる。びっくりした。今時計見たら、みんなで協力するんだ。もう日本人はそれしかない。先祖代々私たちは協力して生きてきた。誰か一人のヒーローに頼る、それも確かにかっこいいけれど、やっぱりみんなで手を取り合って戦う、それが私たち日本人にとって一番得意な戦い方だと思う。スーパーマンはやってこない。だから私たちがスーパーマンになるのでは。今こそ私たちが一人一人がスーパーマンになろう。そうすればきっと一人一人の力が合わさって、すまない、韓国の人もいた、中国の人もいたかもしれない、ジャカルタ、フィリピン、アメリカ、フランス、いるかもしれない。でも一人一人の力がやっぱり大事なんだ。タララ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 ラ。ぬー。よし。じゃあ初心に帰って。あの曲を歌います。ちょっと待って、その前に連絡を確認する。そう、連絡見落としてしまう。大事大事。イエーイ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 。欲しいものはいつも溢れているから、立ち止まってる暇はないよね。刺激がもっと欲しい。飛ばす。甘い恋の駆け引きが慣れの取れないから、もっとくおとるるる、もう怖がらないで、もう遠くまで行こうよ、一緒にボディ演奏、
太陽を浴びてボディエンソウル、このボディエンドソウルから提供魂生まれたからね多分。踊り出そうよ、同じステップの毎日じゃ生きてることさえ忘れちゃう、それじゃはにかないボディエンソウル、勇気を出してボディエンソウル、タタ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 ホットなソウ、強気でゴー、平凡な日常じゃドゥドゥドゥ、あ、もう始まってた。っていうか歌詞が見たかっただけなんだけど。じゃ生きてることさえ忘れちゃう、それじゃ張りがない、ボディエンソウ全部脱いじゃえば、ボディエンソウ勇気を出して空を抱きしめて風を受け止めて、この手で掴もう、誰も止められない、ボディエンソウ、おーおーイエー、私も同じ霧の探索がね終わってて、なんか今あれなんですよ、見てるんですよ、望遠鏡から、望遠鏡じゃない双眼鏡から、ストーリーブックめんどくさいよね。そうなんだよ、ちょっとめんどくささあるんだよ。お、もうちょっとで12時になっちゃう。
みんなとゲームをこうやってやるのがもしかしたら最後かもしれないので、みんな勇気を出して聞こう。そうだよ、もうこのゾンビゲームを、まあ、ドゥームズデー第2弾とかだったら多分選出されないと思うから、おそらく第2弾があったりしたら選出されないと思うの。だからこうやってこのメンバーでやるのは最後だと思うし、この全員が集まるこのクラス、アイコジクラスが集まるのは最後だと思うので、最後までよろしくお願いします。もう何時間かな、あと、あと1日も、もう何言ってるか私分かんなくなってきました。もう間もなくではないですが、寒いです、私今とっても寒い。頑張りましょう。とにかくもう集中魂です。集中魂。もうどうにかします。もう寒いのはどうでもいいや、もうマフラーを巻いて過ごせばいいから、もう今日はもういいです。カイロを貼って寝ます。はい、体調を崩さないように気をつけます。皆さんも今日明日は集中魂でお願いします。もう12月1日になったらもうゴロリンチョしてください。携帯手放して、そう、明日もね公演あるから、ゴロリンチョして12月1日になった瞬間で、ね、明日のもう6時過ぎた瞬間にゴロリンチョしてください。もうそれまでは、でもそれまではもうあれですよ、集中魂です。集中魂お願いします。
頑張りましょう。12月入ったら美容室行こうかな。髪の毛もボサボサだ。ちょっとイベントが終わったら髪の毛を少し切りに行きます。髪の毛きれいにして、私の生誕祭までにはきっと好きな髪型でいようと思う。そんな長い なんかめっちゃ切るわけでもないけど、整える程度だけど、明日はとりあえずこの長さで、生誕祭までにはちょっといい感じの長さにしようかな。頑張れ頑張れ愛こじ軍団、愛こじ軍団頑張れ頑張れ頑張れ、みんな大好き、頑張ってくれてありがとう、頑張ってくれてありがとう、最後までみんなよろしくね、頑張れ頑張れ、頑張って頑張って頑張ってくれたらみんなにお礼を書くよ、みんなにお礼を書くよ、みんなにお礼を書いて、みんなとカラオケ配信で盛り上がるよ、久しぶりの愛こじプチソロコンやるよ。あ、そうです、あのメールにも送ったんですけど、一位公約ですね、一位公約でカラオケ配信とコスプレとみんなへのメッセージを考えてます。よろしくお願いします。よろしく。木材送れるけどどうする？誰かいる人いる？木材いる人チャットしよう。木材いる人、木材ください。OK。
受ける受領者が本日受け取ることができる資源の最大量に達しました。だってごめん送れない。そんなことある？悲しい。ミシェルおばあちゃんに任せて。もうなんでこんな制限作ったんですか。何なんですか。今木材送ってます。有时会突然想起从前那只冰淇淋的味道。木材欲しいです。 OK。オッケー。お疲れ様です。皆さん本当に今日も一日お疲れ様でした。気づいたらもうゲームしてたら2時間立ってしまいそうです。キャー。それでは皆さん、ゲームをしてくださっている皆さんのお名前を今から読み上げます。キノコのカパパさんありがとう。カタカナのタカさんありがとう。ツナちゃんありがとう。ジャボテンさんありがとう。クジマサさんありがとう。ウリンチョソありがとう。大根ありがとう。岩川田ありがとう。ガントチャートありがとう。ツガーありがとう。ジェームスさんありがとう。ハルさんありがとう。モグモグ1992さんありがとう。シロフクロウさんありがとう。ブンちゃんありがとう。リプシーさんありがとう。ヨッシーありがとう。ターヤンありがとう。フミットありがとう。ウミガメありがとう。クジラちゃんありがとう。アオッチありがとう。パフィンありがとう。サワポンありがとう。ミカンチありがとう。東京ドゥームありがとう。バキハくんありがとう。
ワンちゃんありがとう。バフェリアスありがとう。ノブヤでありがとう。365デイズありがとう。りょう22ありがとう。カクンアイプありがとう。トリーシージありがとう。中室ありがとう。世紀末の人間ありがとう。レフトありがとう。新マナブンありがとう。ひでくんありがとう。まさきありがとう。小時代ありがとう。編成風ありがとう。みしたらさんありがとう。しゅうじさんありがとう。エクレアちゃんありがとう。むとうとむありがとう。せいちゃんありがとう。ゆうき5110ありがとう。チェリー0906ありがとう。こうじまる F ありがとう。のちかずありがとう。ソリオありがとう。ミントとありがとう。コウタありがとう。マンピピありがとう。ソラゼミソラセミありがとう。桃太郎ありがとう。アウタカアウリーガートウ。ヘリアンありがとう。山ナビありがとう。チャイコありがとう。東京1068ありがとう。ハイキーありがとう。ダースありがとう。リョーマ02ありがとう。ズーチーありがとう。アンニョンありがとう。モンブラン01ありがとう。瀬戸内勉強中ありがとう。イルロソありがとう。カラありがとう。ブネピョンありがとう。コントレイルありがとう。キヨウありがとう。ヒゲメガネありがとう。トモ DD ありがとう。セキありがとう。ヨシポン99ありがとう。ボビーブラウンありがとう。カイちゃん317ありがとう。アヒルさんありがとう。ウレシンゴありがとう。アキカイありがとう。ズーミンありがとう。イリコジありがとう。バオバブありがとう。エクスバインありがとう。ハムタマゴありがとう。オンラインしてね。ちびまる子ちゃんありがとう。だけでそろそろ終わります。本当に本部のレベルがのポイント換算が設定がすごく高いので、皆さんに本部を上げるためにはっていうのを第一にゲームを最後はしてもらえたらなと思います。じゃあ明日はもう合間合間にやることになるんですけど、もうあとは皆さんにお任せしてしまう部分が多いんですけど、もう頼みました皆さん、頼みました。でも明日のね午前中はちょっと余裕があるので、私はねちょっと配信したいと思います。でも15分くらい、15分から30分くらい配信します。でその後はちょっと準備したりがあるので、あとはもう完全にリハーサルとかで触れない時間があるので、お願いします、お願いします、お頼み申し上げます。もうあとは皆さんを信じて頑張るだけです。絶対1位になって終われますように。
はランキング読みます。こちらも13位キャベツの炒めさん、12位ハルキングさん、11位チャイコさん、10位ヘリアンさん、9位ソリオさん、8位青高さん、7位ズーミーさん、6位カタカナのタカさん、5位ジャボテンさん、4位ウリンちゃん、3位クジマスさん、2位シロフクロウさん、1位はガントチャートさんでした。ありがとうございました。みんなあったかくして寝てね。ありがとう。それではまた、この後もゲームはやります。ありがとうございました。おやすみなさい。